ようこそようこそこちらへようこそこちらの世界へ。なんと和人がそのお風呂場で夏川くんに流れ込んでくるんですよ。はい、こんにちは。チルチル商業 BL レビューサイトチルチル編集部の尾藤めだかと、はい、チルチル編集部実写ドラマ評論家ひろみちアンダーグラウンドです。はい、お願いします。お願いします。はい、今回もひろみちアンダーグラウンドさんに来ていただいたのですが、はい、本日は何の作品について語りましょうか。はい、彼のいる生活です。いや、完結しましたね。完結しましたね、はい、伊藤さんはご覧になられましたか。はい、はい、もちろんチェックいたしました。はい、でしたか、どうでしたか。やっぱ主演の佐藤龍我さんと坂井翔さん、どちらもすごいもうビジュアルが良くて。いや、そうなんですよね、本当に。もうなんか身長差とかもすごい、体格差もめちゃくちゃ良くて、いやもう漫画から出てきちゃったのかなみたいな。ようこそようこそこちらへようこそこちらの世界へ。いや、でも本当にビジュアルがね、良かったですよね。オープニングとかエンディングも全部すごい良くて、うんうんうん、ですよね。もう本当に、いや、もう全体を通してなんか本当に、なんて言うでしょう、あったかくなると言いますか、はい、ゆっくり進んでいく2人のラブストーリーっていうところがとっても魅力的だったかなって思うんですけども、はい、今回はそんな2話から8話をですね、3つのポイントでご紹介をしていきたいなと思っております。はい、はい、それでは1つ目、はい、もう全話各所に散らばっているキュンシーンです。まあ、あの全部をね、あの前は前はちょっとお話ししていきたいんですけど、ちょっとそこはちょっとね、すごい長くすごい気持ち悪いことになってしまうと思うので、とりあえず本当に好きなところを言っていきたいんですけども、あの第3話でですね、夏川くんがですね、はい、だんだんとその和人が片思いしてるっていうところに気づき始めて、ちょっと家族なんか、なんでしょうか、夏川くんの家族が来たところで、なんか2人でその家族を見送ってで帰ってる商店街のシーンなんですけど、はい、あの、はい、あね、そう、キスできるのっていう風に夏川くんが聞いていたので、それに対する、まあ、和人のアンサーみたいな感じなんですけど、はい、それに一度は和人は、キスできないって答えてるんですよ。それにちょっと傷ついちゃってた夏川くんがその真相を知ることになるシーンなんですけど、僕なんか和人はキスをなんかしないんじゃなくてできないみたいな、はいはい、同じ気持ちにならないとダメなんだと、はい、そうで、そこなのに、そう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 、でそこで一言、本気だからって言うんですよ。はい、もうそのシーンがなんて言うんでしょうね、あ、なんか暗い夜の商店街で二人きりっていうところと、そのなんか、そのなんて言うんでしょう、和人の目線、すごい夏川をしっかり捉えて言葉発してるところっていうのが、もう本当になんか誠実さというか、溢れてましたね。まっすぐまっすぐっていうところが本当にいいなって思って、うん、でそれに対する夏川くんのリアクション、なんかわみたいな感じの受け取るリアクションもすごい可愛くって、あのシーンって原作にもあるんですけど、はい、なんて言うんだろう、原作の世界観っていうものをまたさらになんかブラッシュアップしたような、そんな綺麗なシーンになっていたなって思います。もう本当にキュンでした。で、あと第5話なんですけど、ラストのあたりところでちょっとあのなんて言うんでしょう、若干2人の距離感っていうのは離れていっちゃってたのかな、そのあたりぐらいは、はい、ちょっと気持ちは伝えたんだけどなかなか答えられずにいる夏川くんで、一回その和人がウェイトレスのアルバイトをしていたので、それでちょっと帰りが遅くなっちゃって、うん、それずぶ濡れで帰ってくるみたいなシーンがあるんですよ。はい、そのシーンがもうめちゃめちゃよくって、うん、ずぶ濡れで帰ってきた和人を玄関で夏川くんが迎え入れるんですよ。それで大丈夫ってなって、そのまま温まらないといけないから、そのままお風呂場に連れていくんですね。夏川くんはあの小さな体で連れて行って大丈夫かってなってるところで、なんと和人がそのお風呂場で夏川くんに流れ込んでくるんですよ。流れ込んでくる、なんか抱きしめるでもないんですけど、もうちょっとな、
雨に濡れて疲れ果ててるからぐしゃーってなって、それをたーって受け入れるんですけど、もうそのシーン、なんかこうちょうど画角的に私たちがそのお風呂場の覗き見てるみたいな感じになってるんですけど、はいはいはい、やっぱりなんかそうやってなんかゆっくり進んでいくラブストーリーだからこそ、なんかそういったシーンっていうのは なんて言うんだろう、まあ、ある意味こっちとしてはヒャッてなるというか、はい、もうキュンが止まらないというか、止まりませんでしたね。そうでも、はい、その次のはでどうなるのみたいな、この後の展開みたいな、早く見せたよ。そうそうそう、そんな感じになって大興奮してたのを思い出して、それもキュンだなっていう構図でした、はい、でもあとはもうラストのね、はい、8話の、はい、もう光量マックスの中でのキスシーンっていうのがもう本当に思いが通じ合って、はい、するキスシーンだったんですけども、はい、まあ、それまではこの彼のいる生活っていうのがなんか1話からそのやっぱ8話、結構こう色目的には結構こう結構な抑えてる、色彩を抑えてるような感じに私はちょっと捉えてたんですね、はい、そこが一気にこの思いが通じたっていうところからちょっと明かりがこうパッと、そのキスシーンもそうだったんですけど、はい、それがなんか2人の思いとそのなんかドラマの光の影っていうのが一緒なのかなとか思ったりとかして、はい、すっごい感動したキスシーンでした、うん、もう本当に綺麗だったし、はい、ゆっくり重ねてきた関係だからこそそのキス最後のキスシーンっていうところの、はい、なんか幸福感、はい、包まれましたね。そう、包まれる感じになる、はい、それがもう本当にたまらなくて、もう何度も見返したいなあそこはって思うシーンでした。まあそんなキュンシーンがとにかくたくさん詰め込まれている彼のいる生活なので、ぜひ皆さんもね、見ていってもらいたいなって思います、はい、ご覧になってください。もうなんかぜひね、見た方でここが私の求心ですっていうのがあったらコメントで、はい、お願いします。そう、教えてもらいたいです。で、私も共感しながらうーってなりたいです。もうもっといっぱい喋りたいことあるんですけど、はい、まあ、次のお時間の都合に、はい、次のポイントに行きましょう。ではそれでは彼のいる生活2つ目のポイントは、飯テロの映像。ありましたね。そうなんです。はい、酒井翔さんが、演じている夏川くんはとにかく家事全般と言いますか、もう主婦のような綺麗、はい、でしたね。綺麗でしたよね。すごい世話焼きというか、はい、その中でも一番やっぱ注目していただきたかったところがお料理のところで、はい、いやもう本当に前は前は美味しそうっていうか、はい、ちょうど深夜じゃないですか、放送でリアタイしてたんですけど、めちゃめちゃお腹空くついちゃいますよね。一番好きだったのが、はい、とんかつ。あもう深夜にとんかつは罪ですね。罪、本当に罪だったんです。作ってる工程とかっていうところを見せてるところっていうのがとっても魅力的なの、その手元であったりとかっていうのがあって、あとはそのバーベキューのシーンとかがあったんですけど、はい、ありましたね、はい、そのバーベキューのシーンとかもうめちゃくちゃ美味しそうなんですよね。だからもうそういったシーンとかでも魅力的だなっていうところが多かったです、はい、ではその最後に、はい、はい、魅力の3つ目、はい、なんでしょう、はい、はと仲が良すぎる主演の2人。いやー罪ですね。本当に罪でした、はいはい、いやなんていうか、うん、必ず、そのドラマの放送の前になんとこのお二人、あの主演のお二人、佐藤龍我さんと酒井翔さん、なんかインスタライブをやってくださってて、はい、最近こうね宣伝でやったりとかって言うんですけど、なんとお二人自身でやりたいというふうにおっしゃったらしく、お二人からの発信だったらしく、もうそれだけでもなんかおお嬉しいって感じですけど、はい、でも一番すごかったのが、まあ、前々は可愛いなって思いながら見てたんですけど、なんそのなんていうんだろう、ドラマの宣伝というよりも2人の交流を覗かせてもらってるみたいな感じのインスタライブで、とっても魅力的だったんですけども、中でもやっぱり最終話の前のインスタライブが、はい、あの伝説の、はい、あの先行上映会っていうのをやられていたんですね。それのそこに2人がトークゲストで出て
ったみたいなんですけども、その後になんとお二人なんか佐藤龍我さんのところにお泊まりしてたらしくて、そのままインスタライブをやられていて、いやもうなんかひょんみたいなあれあれ見ていいのかなみたいな思ってみたいな思って、それでなんかいやもう本当に、いや頭抱えますよ本当に、かわいいってなって、そのインスタライブを通じて、はい、なんて言うんでしょう、お二人の仲の良さっていうか、なんて言うんだろう、本当バランスの良さと言いますか、本当になんか彼のいる生活っていうそのカップルの役をやったんですけども、お二人がとってもなんかすごいその作品を通じて仲良くなってるっていうところが、なんかその見てたファンとしてはもうほっこりみたいな、そこまで癒されるみたいな感じになっていて、もうだからなんて言うでしょう、ドラマも楽しめるし、プラスもうインスタライブはちょっとアーカイブがね残ってなかったりもするんですけども、またどこかでね、なんかで見れたら嬉しいななんて思いつつも、はい、まあそんな彼のいる生活なんですけども、はい、まあ癒されましたよね、まあ本当良かったですよね、そんな癒しをさらに自宅でもということで、はいはい、DVD ブルーレイの発売が8月28日になんと決まったそうで、ありがとうございます。ありがとうございます。ご自宅でも。できっとね、メイキングとかもつくのかなっていうのですごく楽しみなんですけども、なんとそれに先駆けましてですね、加藤監督がですね、自ら話題になった主題歌に合わせて、ドラマの名シーンをつなぎ合わせたミュージックビデオが、なんと6月の7日に公開になるそうで、はい、本当にそれが、楽しみ楽しみですね。曲好きなんですよ。わかります。なんか普通にダウンロードして、はい、あれ聞きながらなんか、はい、朝あれ元気になりますよね、爽やかで、うん、聞きながらあの二人のことを思い馳せれたのがなんとミュージックビデオになんとしてくれると、はい、オタクが勝手に脳内で曲聴きながらやってた名場面集みたいな やっちゃってたのをなんと監督自らが編集してやってくださると、はい、いやもう本当にこれは待ちきれないんですけども、はい、ちょっとそれを見ながらちょっと DVD 発売までちょっと気持ちを、はいはい、持って楽しみたいなと思います。各種配信サイトでも、はい、ね、前話見逃し配信見れたりもするので、ぜひ皆さんもご覧になられた、はい、ご感想などもね、はい、こちらのコメントに残していただけると幸いです。はい、はい、いかがでしたか。楽しかったですね。すごいお二人とも自然体で相性のいいお二人だからこそこんなに素敵なドラマができるんだろうなってすごく私も思って見ていて、で本日ひろみちゃんアンダーグラウンドさんのポイント解説も聞いてもう一回見直そうと思いました。ありがとうございます。でははい、はい、そろそろおしまいにしましょう。はい、はい、ぜひ皆さんご覧になってください。はい、それではバイチュー。